ラッセル・ポール・スプリンガーは、アメリカ合衆国ルイジアナ州アレクサンドリア出身の、元プロ野球選手。1989年の MLB ドラフトで、ニューヨーク・ヤンキースから7巡目で指名され入団。1992年4月17日にメジャーデビューを、果たし、シーズン終了後の12月2日に、ジム・アボットとのトレードで、JT ・スノーとジェリー・ニールセンと共に、 カリフォルニア・エンゼルスへ移籍。1995年8月15日に、デーブ・ギャラガーとのトレードで、ケビン・フローラと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。1996年シーズン終了後の12月30日に、ヒューストン・アストロズと契約。アリゾナ・ダイヤモンド・バックスから1997年の MLB エクスパンションドラフトで指名され移籍。 1998年6月23日にアラン・エンブリートのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍。1999年12月3日にアリゾナ・ダイヤモンド・バックスへ移籍。2002年12月19日にセントルイス・カージナルスへ移籍。2004年6月29日にヒューストン・アストロズと契約。2006年5月16日にアストロズの本拠地。 ミニッツメイドパークで行われたジャイアンツ戦では、ベイブ・ルースの通算本塁打記録に、あと一本とに迫ったバリー・ボンズに対し支給を与え、アストロズのファンはスプリンガーに対し声援を送った。声援に対して、フェリペ・アルーは批判をした。2006年12月8日にセントルイス・カージナルスと契約。2007年は、自己ベストとなる76登板、発祥。 防御率2.18を記録。2009年1月29日に、オークランドアスレチックスへ移籍。同年8月9日にタンパベイレイズへ、ウェーバーで移籍。2010年6月15日にシンシナティレッツと契約。トリプル A 級のルイビルで6年ぶりに登板し、8月2日、メジャー昇格を果たした。2011年1月30日、現役引退を表明。 ありがとうございます。